制服ジェンダーレスって言って女性がこうスカート、はい、女の子がスカートとスラックス選べますよね。はい、でも男の子ってパンツだけでスカートを選べるところってなかなかないですよね。はいはい、こういうところも多せさんからしたらもっと幅、うん、広げるべき。あっていいと思いますね。うん、あの男性がスカートも全然あの世界的にはスカート履いてるっていうスカスカートっていう民族衣装をたくさん男性でも。 あるわけじゃないですか。うん、違う、違うことを、うん、違うことは排除しないことだと思うんですよ。スカートの子がいたっていいし、うん、あの、それこそ、えっ、ー、と、最近男の子っていうような。あの女装してる子もいるじゃないですか。そ,すね、それ、それで全然構わないんじゃないですか。うん、うん、それは、あの、自分で <laughs> 選んだジェンダーであるし。うん、個性であるわけだから、うん、別に構わないと思います。選べるっていうことが大事なんですね。そうだと思います。 はい、そのためにはこれまでの固定概念を捨ててどれくらい選択肢を増やせるかっていうのがこれからのまあ大人に与えられているこう課題でもあったりするのかしら、うん、そうだと思います自自分らしく自分ららししくいいということはどういういことなのかということの中に、うん、あのいろんな選択肢があっていい。で例えばあのジェンダーレスっていう選択肢もあっていいんですけど、うんえっと、特にアメリカ社会の中でセクシーっていうのは褒め言葉です。はいうん、でその時にただ あの男らしくモリモリなのか女性らしくカービィなのかっていうのはあまり関係がなくて、えー、女性でででも筋肉があってい,いわけですす、うん、逆に言うとですね、うん、でそこで自分,の自分の中でのセクシーって何かっていうことを定義すればいいわけで,でそうするといろんな選択肢が出てきますでしょなるほどでそういうふうに考えればあの、えー、セクシーもそらく悪いことあの今までのジェンダーステレオタイプの中のセクシーではなくて、うん、自分にとってその 自分が魅力的でであるためのセクシーを定義すすればいいんんだと思うんですよなかなかそういうことを日本の人は外目を気にしますよね他の人がどう思うかっていうのを気にするところが多いのであのそれでいいんだよって社会が言ってあげることが重要なんじゃないかなと思いますけどね。 選択できるものを増やしていくのはいいですけれどいざ、えー、本人が選択したところで周りの理解がないとなかなかそれをこう信念として貫けませんよね周りの理解はどういうふうに変えていったらいいですかそうですねこれも完全に鶏と卵の世界ですよねだから、うん、多分両睨みでやっていかないといけなくってで子どもたちには自分の選択ができるっていうことを、えー、教えてあげたいしで周りの人たち も選択肢があるはずだし、周りの人たちは他人の選択に対してそれをちゃんとサポートしてあげるっていうことが、えー、必要なわけですけど、私そのためには結構メディアの力大きいと思いますよ。メディアですか？メディアと教育の力すごく大きいです。やっぱりメディアがそこで何ていうかで常に情報を発信し続けるっていうことでそれによってだんだん人々の常識の この方向性が変わってくるわけですよね。もちろん政策も必要だし、えー、あと教育も必要ですよね。でも日常的にメディアでそれをそのあのみんなが知っているような人たちが何と言うかっていうのはすごく重要なことですよね。うん、で、やっぱりでも時間がかかります。やっぱりあの人間のこういう常識を変えていくのって10年20年かかるわけですけど、そこでいかに継続的にこの ギュッと押さえてい,い,いんです。ゆっくりとにかく20年間ずっと押せるかどうかっていうことが重要なんですが、うん、その中において、その情報っていう話をしましたけども、はい、メディアのこのインパクトがいかに大きいかです。うん、少しずつ積み重ねていきますから。なので頑張っていただきたいです。 イインサーートいっって,言ってそのイメージ映像みたたのを作ったりしますよね、はい、あとの静止画でこう絵をイラストを作ったりするわけですけど、はい、そういった時にどうしてもその古典的な主婦像みたいなのを出してしまったり、うん、やっぱり先ほど言ったように男の子が青着て女の子が赤着てみたいなそういうものは我々も気をつけていこうねっていうのは言ってるんですけどやっぱり意識をして注意しておかないとそういうのってふっと今までのものが 上がっっててくるとそののまままま流してしまったりりいうあすよねなのでそこをそのいかにあの、えー、メディアの中でもチェックバランス機能を持っておくかっていうことはすごく重要ですし、はい、あの例えば広告なんかでも偏見に満ちた広告で時々炎上するものありますよね、はい、ああいうものっていうのは、えー、っと社内の,その広報担当の人やなんかのもう日常的なトレーニングにかかってるんですよ。うん いかに日常的に考える習慣を作って習慣だけじゃなくて制度ですよね、うん、考えるようなその過程プロセスにしていくかということであの変わらないようですけど、えー、社風とか文化って5年か10年でガラッと変わりますよ。ういでで短すやる気になれば5年で変わる。やる気になれば5年で変わります